私の背中に乗っておぶってあげるから、はあ、言う通りにしなさい。足を痛めたのだろう。遠慮せずに腕を回すといい。その方が安定するから。重くなどない。ちゃんと乗れたか。立つぞ。ん？そうだな。この辺りには割れた貝殻が多い。だから気をつけていないと怪我をする。君も出血がなくてよかった。痛みも少し経てば和らぐはずだ。そろそろ潮が満ちる頃だな。今日はもう帰ろうか。どうした？まだ帰りたくないのか？夕日が見たいか。なら向かいの展望台へ行こう。その足では難しいだろうから今のまま背にいてくれ。ん？なんか言ったか？一切疲れてなどいない。ただ少しだけ暑くてな。ありがとう。ちょうど汗が邪魔だったんだ。よし、着いたぞ。なるほど、これは確かに壮観だ。この景色を私に見せたかった。ああ、とても綺麗だ。君のおかげで今日は記念すべき一日になったよ。それもだが、君と一緒に見られたことが私の記念なんだ。君か。私は大丈夫だ。少し熱が出ただけで。すまないが少し手を借りてもいいか。ありがとう。情けないところを見せてしまったな。私だって人間だ。体調を崩したりもするさ。だが心配はいらない。薬を飲んでしっかり寝れば、起きた時にはもういつも通りの私に戻っているはずだ。あ、これは冷却シート。私には不要だと思うが。待ってくれ。自分の体調なら理解しているから。わかった。君の好きにするといい。すまない、前髪が邪魔だったな。私が抑えて。これは君のヘアピンか？いや、構わない。ありがとう。お、冷えるな。でも今それが心地いい。行かないでくれ。いや、喉は渇いてない。ただ今君にいてほしい。頼む、もう少しだけでいいから、そばにいてくれ。